平野翔、岩優太、神宮寺優太が宮城公園で見せた感動の瞬間。ファンとの絆を再確認した日。平野翔がファン一人一人を大切にする理由、宮城公園で感じた特別な瞬間。宮城の街は、秋の風に包まれながらも熱気に満ちていた。その理由は、イ一ツアーの宮城公園第2日目が開催されていたからだ。この日、ファンたちは待ちに待った瞬間を迎え、 彼らの目の前に現れたのは平野翔、岩優太、そして神宮寺・ユ太の3人。彼らの登場は、まさにファンにとっての夢が現実となる瞬間だった。観客は胸の高鳴りを抑えきれず、会場内には歓声がこだました。その日、彼らがステージに立つ瞬間を目の当たりにしたファンの一人として、その場の空気を言葉にすることは簡単ではない。それでも、その感動を伝えたい気持ちが抑えられないのは、 ファン全員が同じように感じていたからだろう。ファン作曲が始まると、特に翔くんはいつものように、観客一人一人に向かって優しい笑顔を浮かべながら歌い始めた。彼の視線が、ここまでも届くような感覚があった。愛と ILY のパートでは、何度も胸に手を当て、観客席を指さす仕草がとても印象的だった。自分のパートでない時も、 ステージの端に立ちながら優しく見守るような表情を見せる翔くんの姿に胸が熱くなった。それはただのパフォーマンスではなく、ファンとの絆を再確認する瞬間でもあった。近くにいた友人が驚いたように囁いた。こんなに優しくて温かい表情をするアイドル、他にいるだろうか、その言葉に、私も深く頷いた。座席はスタンド席だったが、奇跡的にスタトロの真後ろを通る場所にいた。 ステージからも近く、前から4列目という親戚に座れるとは思ってもいなかった。これほどの距離感で彼らを目にすることができるなんて、夢のようだった。寒さも忘れて、鳥肌が立つほどの感動が体中を駆け巡った。友達が誘ってくれたおかげで、こんな素晴らしい経験ができたことに感謝しかない。ステージに近いというだけで、彼らの表情や動きが手に取るように感じられ、 まるで自分がその一部になったかのような錯覚すら覚えた。公演が始まる前、観客の間で自然発生的に、ナンバーアンダーラインアイコールーが起こった。その瞬間、会場全体が一体となり、メンバーたちもその声援に嬉しそうにいられてくれた。前列にいた女性が特に頑張って盛り上げてくれて、観客全員の声が一気に大きくなった。そんな光景を目の当たりにすると、 彼らのファンであることに誇りを感じずにはいられなかった。さらに、岸くんが、座ってねと何度も優しく声をかけてくれたが、観客たちは彼が花道を歩くたびに立ち上がってしまい、結局は、座ってって言ってるでしょと少しだけ怒ったような表情を見せた。その姿がまた愛をしかった。ファンに向けて丁寧に気を使うその態度が、彼の人柄を物語っているように感じた。公演のハイライトの一つは、 もちろんダンサーたちの紹介タイムだった。イズイットミーの最後の部分で一人ずつ紹介されるダンサーたちの後ろで、岸くんが急いでステージ中央に駆け寄り、最後の決めポーズを披露した。その姿はあまりにも可愛くて、観客の心をわしづかみにした。そして、ジグヒラ、ジングージくんと翔くんも、その瞬間に満足そうな笑顔を浮かべていた。仙台に来て、 この瞬間を目にするためにバタバタと準備してきたけれど、すべてが報われるような気持ちだった。特に、今回が初めてナンバーアンダーラインイのライブに参加する友人が隣にいて、テレビよりも100倍かっこいい、と感動していたのが印象的だった。彼女は、3人とも、本当にかっこよかった、と何度も言葉にしていた。私も彼女の感想に同意しつつ、その瞬間の喜びを共有できたことが幸せだった。 遠征してでも、このライブに参加する価値があったと心から思った。ライブ中、ふと彼らがファンの携帯ケースを気にしているように感じる瞬間があった。ファンが手に持つケースやデザイン、あるいはそこに挟まれているものに興味を示しているのかもしれない。もし私がその場にいたなら、何を挟んでいるか気にしてしまうだろう。ライブは、観客とアーティストが一緒に楽しむ場であり、 こうした細かな瞬間も彼らとのつながりを感じる一つの方法だと感じた。また、友達の誕生日がちょうどこの日に重なっており、このライブは彼女にとって最高の誕生日プレゼントとなった。彼女はメンバーたちがファンに向けて手を振るたびに、目に涙を浮かべながら感謝の言葉を口にしていた。その感情は、私たち全員が感じていたことだろう。この特別な瞬間を共有することで、 彼女の誕生日がさらに特別なものになったと確信している。ライブが終わると、友人たちと興奮の余韻に浸りながら、銀テープを手にして大喜びしているファンたちの姿が目に映った。私たちもその中に加わり、感動を語り合った。特に感動的だったのは、ライブ中に涙を抑えきれなかった友人が、この感動を誰にも伝えずにはいられないと言いながら、SNS に感想を綴っていたことだ。 彼女の言葉には、ライブで感じた全ての感動が詰まっており、その一つ一つが、彼女だけでなく多くのファンが感じた思いと重なっていた。翔くんが、座ってと何度も言ってくれたにもかかわらず、観客が立ち上がり続けた瞬間や、岸くんが最後の決めポーズで会場を沸かせた場面など、これらの瞬間は、まさにファンとの距離感を感じさせない特別なものだった。スタンドからアリーナまで、 どの席でも彼らを近くに感じることができたのは、積水ハイムスーパーアリーナの7000人というキャパシティのおかげかもしれない。しかし、それ以上に感じたのは、彼らがファンを大切に思っているということだ。彼らの、会いたいという言葉には一切の嘘がない。その言葉が、ファン一人一人の心に深く響いていた。ライブが終わった後、私たちは興奮と感謝の気持ちでいっぱいだった。 宮城のライブに参加できたこと、そして、こんなにも近くで彼らを感じられたことは、まるで夢のようだった。帰り道、会場の外は雨が降っていたが、心の中は暖かく、幸せな気持ちで満ちていた。道路が混み、駐車場にたどり着くまで時間がかかったけれど、その時間さえも彼らと過ごした瞬間の余韻を楽しむことができた。家に帰ってからも、その日の思い出を何度も振り返り、 友人たちと感想を共有し合った。銀テープを譲ってくれた心優しい方々、そして、観客全員が一体となって盛り上がったあの瞬間。すべてが一つの奇跡のように思えた。ライブの翌日も、その余韻は全く覚めることがなかった。朝起きると、まず最初に友人たちと再びライブの話を始めた。ライブ中に撮影した写真や、手に入れたグッズを見せ合いながら、あの瞬間、 本当に最高だったよね、と何度も語り合った。時間が経つにつれて、ライブでの感動が現実味を帯びると同時に、ますますその瞬間が特別なものとして心に刻まれていくのを感じた。宮城での公演は、まるで夢の中の出来事のようで、何度も頭の中で再生される。音楽が流れる中で、ステージ上の彼らの笑顔、観客に手を振る姿、そしてその一瞬一瞬に込められた感情は、 時間が経っても色あせることがなかった。このライブは、単なるエンターテイメントを超えた何か特別なものだった。彼らの音楽やパフォーマンスはもちろん素晴らしいが、それ以上に感じたのは、ファンとの深い絆だ。ステージ上の彼らがどんなに距離的に離れていても、その目線や仕草一つ一つが、まるで自分だけに向けられているかのように感じられる。彼らがファンをどれほど大切に思っているかが、 そのパフォーマンスの端々に現れていた。友人たちとも話していたが、アイドルとファンの関係を超えた、本当の絆がここにはある、と誰もが感じていたはずだ。公演の後、SNS 上でもたくさんのファンが感想をシェアしていた。ライブでの一体感、メンバーとの交流、そして何よりも彼らがファンに対して見せた優しさに、多くの人が感動していた。特に印象に残ったのは、ライブ後に多くのファンが、 この瞬間を一生忘れないと口を揃えていたことだ。これはただの一夜限りのイベントではなく、彼らにとっても、ファンにとっても、長く心に残る特別な思い出となったのだ。次のツアーの公演がどこで行われるのか、その情報を待つ時間さえも、ライブ後の余韻を楽しむ時間の一部となっていた。次はどこで彼らに会えるのだろう、という期待感が膨らみ、それがファン同士の絆をさらに深めていた。 各地での公演が終わるたびに、SNS やファン同士の交流を通じてその感動が共有され、それが次のライブに向けた期待感をさらに高めていく。友人たちとも、次のツアーが発表されたら、絶対にまた参加しようと誓い合った。宮城でのライブは、彼らのツアーの中でも特別な一夜となったが、それは彼らの努力と情熱、そして何よりもファンへの愛が詰まったステージだったからこそだろう。 観客一人一人に対する思いやりが伝わるような演出や、パフォーマンスの随所に込められた感謝の気持ち。それがこのライブを特別なものにした理由だ。友人たちとの話の中で、何度も繰り返されたのは、またあの瞬間に戻りたい、という言葉だった。彼らのパフォーマンスを間近で見たとき、ただのファンという枠を超えた感動が押し寄せてきた。彼らの一挙一動が、 まるで自分自身の人生の一部であるかのように感じられ、その感覚は今も変わらない。ライブで感じた彼らとの距離の近さ、そしてその瞬間瞬間に込められた感情が、これからも私たちの心に生き続けるだろう。次のツアーが始まる日を待ちながら、その思い出が日常の中で何度も蘇り、そしてそれが新しい楽しみとなっていく。彼らのツアーが続く限り、私たちファンもその一部であり続ける。 次に彼らがどこでステージに立つのか、その場所がどこであれ、私たちはまたその瞬間を共有し、一緒に成長していくのだろう。そして、今回の宮城公演で感じた感動と喜びは、これからも私たちの心の中で輝き続け、彼らとの次の再会を待つ時間を楽しみに過ごすことができるだろう。この瞬間が永遠に続くことを願いながら、次のライブで彼らに会える日を待ち望んでいる。